ちゃん？どうしたの？はあ？ひなちゃんの様子が変って？うん、何か隠し事してるみたいで。ひなたが変なのはいつものことだろ？それに、胸に何か隠してたような。なんか赤ん坊くらいの大きさだな。それくらいだった。まさか、うん、あ、そういえば私ひなちゃんが病院から出てくるの見たよ。ダメよ、いくら今の中学生に進んでるからって。それなら直接確かめてみましょう。わ、うん、かった。もうすぐおっぱいの時間だね。おっぱい。ちょっと待ってね。Yeah.